皆さん、鈍感力という言葉についてどう思われますか？世の中はですね、やっぱり賢くて知識がたくさんある人の方が優れたものが作れるんじゃないかって我々思いがちなんですけども、どうもですね、私も脳科学者としてさまざまなクリエイターの方のお話を伺っていると、必ずしもそうではなくて、例えばの優れた小説を書く方は必ずしも古今東西の名作を読んでるわけでもないし、優れた音楽を作る方が今までのですね名曲を詳しく調べてるわけでもない、ある種伝統とかそういうものってのは我々が生きている中で自然にね、いろんなところが入ってきてるから、それを改めて学び直すというよりは、ある意味ではそのいい意味での鈍感力、そういうものと関係なく自分の作品がどういう意味があるかということをあまり気にしないで物を作る人の方が結果として良いものができるということもあるのではないかなと思ってるんです。で、その最たるものがですね、ちょっと分野が違うんですけど、ノーベル物理学賞を受賞したロジャー・ペンローズさん、私随分お世話になって何回もお目にかかってるんですけど、このペンローズさんはですね、究極の鈍感力なんですね。普通は今までこういう研究があるから、これが分かってないからこの研究をやろうとするんですけども、ペンローズさんは自分でまず研究しちゃうんですね。で、研究した後でそういえばこの研究って今まで行われてるのかなって逆に調べて、で、新しかったんだって、大抵、ペンローズさんのやられることは新しいんですけど、そうやって論文を書くと、ケンブリッジでお目にかかった時におっしゃってました。ですから、そのアートから科学まで実は今までの歴史とか文脈を学ぶことも大事なんだけども、同時に自分はこれをやりたいんだ、こういうことをしたいんだっていう、そういう鈍感力ですね、これも大切だなと、この番組がテーマにしているクリエイター、そして創造性、それを考える上で鈍感力に注目する必要があるかなと思います。クリエイターとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。この番組はマンスリーゲストとしてクリエイターをお招きし、アイデアの源とそこから広がる愉快な仲間たちとの世界を紐解きます。誰でもみんなクリエイターになれる、そのためのヒントを発見する番組です。この番組はエイブル清水建設の提供でお送りいたします。今月のマンスリーゲストは作家画家の大宮エリーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今回もエリーさんの素敵なお仲間がいらっしゃいました。株式会社ベネッセホールディングス取締役の福武秀明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね、アートの世界では福武といえばベネッセといえばもう泣くも黙る、ね、大変なことですからね。福武秀明さんは株式会社キーエンスを経て、株式会社 SMS にて創業期からマザーズ上場まで事業責任者、新規事業開発などを経た後、2013年にはベネッセホールディングスベルリッツインターナショナルの取締役に就任。現代アートや建築、デザインを通したコミュニティ作りや文化活動を直島を中心に瀬戸内海の島々から発信されています。前回含め3回でもかなりお名前が、ね、出てきましたけれども、ね、福武さん、はい、太いなんかとこ掴んでますね。いや、掴んでても絵のきっかけになった人だから総一郎、さんが一発でも気に入ったという、平井さんから見て総一郎さんってどんな方ですか？よく僕も分かんないですね。でもなんかお世辞とかいうタイプじゃないですか？全然ないのと、最近そうなったのか分かんないですけど、忘れっぽいんで、エリーちゃんと、うちの父の会話で朝礼暮会多いじゃないですか、朝礼暮会ってなんだっけ、東大なんだけどちょっと分かんないんだけ どだから言ったことが変わる。あれちょっとそういうのないけどね。あ、本当ですか？だけど超面白かったのが、この番組のやつで福武さんに一応ゲストの人、仲間に番組から質問票みたいなのがもらうわけ、で一応転送したの、秘書とかに送りますよって言ったら、もう俺直接でいいって言われて、もうピュッとか LINE で送って、ピュッて返ってきたのが、エリーさんにとって秀明さんはどういう人ですかってやつで、通訳って書いてあったわけ。それでさっきスタッフの打ち合わせで、ああ香港のアートバーゼルとか行ったから、あと個展やってる時に来てくれたから、あ、英語を通訳してくれたんですね。それじゃない、福武会長のが何言ってるか分かんなくて日本語なんだけど、もう難解すぎて、会長が、なんとか分かりました、あれどういう意味ですかね秀明さんって。だから本人も多分何言ってるか分かってないと思うんですよね。そうなん
だ。僕も結構だいぶ慣れてきたんですけど僕その福武総一郎さんって僕ね東京芸大で授業してた時に来ていただいてアジテーション演説を上野公園のねもう芸大生たちがもう総一郎さんになんか見てほしくてしょうがないわけよ。そしたらアーティストっていうのは世の中を革命するんだって言ってなんかねかっこいいこうあの上野公園の砂場のあの丸い椅子の上に立ってこうやってなんかもうもう感動しましたよ。だからやっぱりねかなりアートに対する熱い思いがある。でも通訳が必要っていうのはよくわからない、うん、思いが強すぎてなんかちょっとね確かに朝礼僕あったかも。こうニューヨークだお前ニューヨーク行けって言われたんだけど、うん、次に会った時に中国だ中国だって言われてそれはだからどういうことなんだろうって要は海外行けってことなんじゃないですかっていうのがそうかそうか秀明さんとアートのやつで知り合ってすごい楽しいから、うん、みんな秀明さん好きだわけ、うん、なんていうかな一応偉い人なのに、まあ、一応とかものすごい偉い人ですよねでも偉い感が全然ないんだよね全然それはなんか褒めてんのかけなしてますアートの人って結構西部の人も多いじゃないですか、まあね、で私ミュージシャンの人とも結構飲んだりするんですけど、うん、ミュージシャンっぽいなんかこうわかるわ。だから俺さっきなんかさあそこに座ってて、うん、俺なんかどっかの兄ちゃんが来てるのかと思ったらなんか兄ちゃん感が強くてあれって親しみやすい革命を起こしますよ。左さんそうだけどまあいいですよ。だから本当だから世間の人は福武書店ベネッセっていうと、うん、ああいう文化事業とか教育事業やってると思うんですけど、うん、アートの世界ではもう本当にね、うん、瀬戸内の芸術祭もそうだし、うん、その前の直島もそうだしすごいことやってきてるからね。でも秀明さんはただ面白い人だと思ったわけ。ほらやってるんですいやただやこんな面白い人いるのと思ってたらある時その秀明さんに、うん、マジで、ね、会長にこう言われたんだけど、うん、これどういうことなんだろうって悩んで相談したら、うん、あそれはエリーちゃんこうでこうでこうでって電話でパパパパって言われたのが、うん、明快だったからこの人こんなに頭いい人なのか当たり前じゃないですかマティスみたいなねこっそりそういうの受けてるって言っといた方がいいよみたいな感じで、ね、マティスですマティスですこの福武イズムっていうかね、うん、総一郎さんからの頃からまず直島を中心にアート、うん、本当に世界的なアートを中心にしたってのがすごいし、うん、総一郎さんはとにかく東京とか大都会が嫌いで、うん、今でもあれですよねベネッセの本社あれどこでしたっけ今岡山ですね岡山で、はい、そんな東京でも多摩ですね多摩だ、はい、わざと東京外して多摩に作るのよずっとその本社を直島に移すって話はしてるんですけどなんか社員の反対が結構強くてまあ今あの私も父もベースはニュージーランドなんですけれどももともとニュージーランド行く時もそんな話は父としていてその時に話したのは、まあ、結構その ベネッセ関係とかもインフラ事業じゃないですか教育とか介護とかなのであと文化事業もそうなんですけどそういうものをやる時にはあんまりその中心にいない方がいいんじゃないのっていうので要は客観的に物事を見るためには少し東京から離れて見た方が世の中客観的に見れるよねっていうのがあってそれが飛躍してニュージーランドになってその大体物事北半球で起きてるんでじゃあ南半球行こうかっていうのでそしたらね戦争も経済も大体北じゃないですかだからちょっとまあ南から見つつまあ時差も少ないところっていうのでニュージーランドをピックしてますね。そうなんだ私福武会長から前ニュージーランドに行くことは内緒だからってすごい言われてたんですよ。でみんな知ってるわってずっと黙ってたんだよ全然内緒じゃないですか。いやだから言っちゃうとみんな来ちゃうからあそういうこといいとこだから教えたくないって言ってたわけ、うん、そしてこれがもう、ね、新たな伝説になってる伝説になってないけどあの、ね、そうですあのニュージーランドの会社にある私の絵です。あの買ってくれたやつ、うん、あの大会までこれとこれとこれとこれっつって、うん、私が初めて画家になった瞬間です。あの絵描くだけだと画家じゃないんですよ、うん、売れたんですよ買ってくれたんですよ、うん、その時秀明さんいましたいましたですよね、はい、でも私福武会長のことあんまり分かってなかったんですよ一回しかやってないしほらで来るって言われてなかったから私仕事してたわけそしたらその秘書みたいな人がバーって来てなんかエリーさんって誰だろうはいとか言ったら赤いピン持ってきてくださいって言うからあピンは物販で売ってないんですよって言ったら物販じゃなくてあの買うってことです、うん、えそうなのピンってそういうことなのそれも知らなかったんかい知らなかったんですそしたら会長いらっしゃっててわーっつってこれとこれとこれっつってそれでその時に言われたんですよ何だっけなこれで買ったってことは君は絵を続けていく責任ができたんだそれと絵はどこに飾るか考えて買うんだよってこの、ね、それは会長みたいにね飾るとこいっぱいある人ねでもところが後日談で、うん、あの花顔ってやつがあったんですけど、うん、あれ会長どこあの手島に飾るって手島どこですかってうんとかモゴモゴしてて、うん、秘書に聞いたら、まあ、入んなかったんですよとサイズが合わなくてとか、ね、全然合ってないじゃん倉庫にあるらしいんですこれだけは飾ってくださってて
でニュージーランドに会いに来いって言われてたわけ、もうあのこれ見に来なさいと、で結構社員の反応とか見なさいって言われて、私5年行かなかったんですよ。それである時ひょっこり行ったんですよ、そしたらなんかあちらの初めて会った方、あーとか言ってハグしてくれて、もうすごいこの絵に愛され毎日癒されてるよって言ってくれて、ハグしてくれて、で会長がこれが本当の反応で、君のこと言ってないから社員にそんなに、だけどあの絵が愛されてるからこうなるんだよって言われたわけ。なるほど。それでそしたらその日に秀明さんからもしかしているって来て、うん、どこにですか、ニュージーって、なんでわかるんですか、だってインスタに羊の写真すげー上げてるじゃんって、上げてたとか思っていますとか言ったら、あ俺もいるから飲み行かないみたいになって、そしたらね、あのおばあさんとかもいろんなアート界の重鎮がいらっしゃって、たまたまみんなニュージーランド来てたんですね、その時に、ね、あたまたま、はい、すごいね、持ってるね、そういう意味で、それ持ってますよね、いや秀明さんがだからそういう意味で、この軽やかにみんなに紹介してくれるんですよ、そして手元の情報では人生相談の相手でもあるってことですか、何の相談してる、いやどんどん相談したっけな、よくわかんない、だいたい同じ話なんですよねちょっとなんか、いや、どういうことでしょうか、なんか結局最後詰まるところは、え何私は大丈夫ですかみたいなだいたいエリーさん悩むポイントが毎回一緒なので、まあ、そんなに悩まなくていいんじゃないですか、例えばさすがの範囲でどういう、作品こういう作風でいいですかとか、その今の会社の経営この状態で大丈夫ですかお仕事のことがやっぱりメインなんです、フリーでやってるからとは一人できないからいろんなスタッフさんに頼んだりとかしてるけど、そういうの向いてないの、経営者の才がないから、でも秀明さんいろんな会社やられてるから、ザ経営者だからな、そうなので、教えてくれってのに適当に教えてくれるから、覚えてないだけです、あそうか、じゃあさ、いい機会ですよこれ、このノンアルの状況で、あそうだそうだ、私どうしたいですか、公開相談、公開相談、そうだよこれいい番組だ、番組の進行コーナーが始まりました。公開相談。はい、どうぞどうぞ。今どういう状過去から見てさ、だって最初からしてるじゃないですか、私が画家になった瞬間、秀明さんは多分ヘラヘラ笑ってたんだ、多分後ろから見て、あ買っちゃったみたいな、そうそうそう、でもね結構冷静なこと言うんですよ、一個一個答え合わせしていいですか、もちろん、私聞いたことないんですよ、じゃあ最初にあの絵が売れたあの絵とかどう思ってるんですか、めっちゃ怖い怖い怖いな、これめっちゃ怖い、この飾ってる絵、さっきの絵、あの頃どう思ってた、あこれ僕すごいいい絵だと思いましたね、あでたださっきその、基本的に私も父も大体アート作品買うときは、まあ、どこにどう飾ってどういうふうに使うかっていうところから入ることが多いんで、エリーさんのこのやつはこの作品も含めて何も考えないで買ってますん でようやく場所ができたっていうのはこれ でこれは結構思い入れが深くて結構大きいんですよね、2メートル×3メートル以上のサイズで、もう結局これ作品よりも輸送費とかの方が高くなっちゃう、すいません、そうなんだね、でしかもそのドアから入んないのでクレーンでうわーって引き上げてベランダから入れたんですよ、大変、多分作品の3倍ぐらいコストがかかってて申し訳ございません、でこれなんか面白いのがなんか元々僕らも買ってしばらくもう時間経っちゃってたんで、あと作品が大きいので最初逆に飾っちゃったんですよね、上下逆にでなんか暗い絵だなと思ったんです、でもやっぱ違うなっていうんで、あこれ逆じゃんって父と話してながら、逆に戻したらすごい明るい感じになったんで、なんかその思い出としてはなんかなんていうんですか、一個の絵でそういう風になんか表情が変わるとか、秀明さんこれ音符書いてあるじゃないですか、はい、どうやったらこれ逆にいやこれ大きいので近くで見ると分かんないんだよ、え音符が見えないの、ひどい親子でしょ、ひどい親子なのよ、まあ、でもこれ僕一人じゃなくて父もいた場で逆につけましたからどうもちょっと違う気がするよ、ね、逆には誰が気づいたの、いつ気づいたの、これ逆じゃねっつって、あでも確かにその茂木さんがおっしゃるようになんか誰かが音符を気づいたんですよ、なんか社員がね、うん、逆じゃねえつって、そうそう、でそしたらすごいパッと明るくなったんでいい話、そうそう、でも最初のご質問は OK ですから最初、まあ、この絵は気に入ってたと、うん、であと次の答え合わせ、次は、ね、あじゃあそうだよね、うん、それであ香港は海外に初めて2019年に行ったんですよ、で秀明さんバーゼル行ってるでしょ、来てよって見に来てもらって、あれはみんな海外の人ばっかりでもちろんだけど、すごいアウェーな感じがあったんですよね、まあ、なんとか完売したからよかったけど、まあ、初日で来てくれた、初日にすごい初めての海外進出だったんで、すごいピリピリして行ってたんですけど、どうだったのかなとか、あその時はどうだったかと、どうでしたか、その時は、まあ、よかったんですけど、その
アートバーゼルとかって結構もう本気のいろんなアーティストが来るじゃないですか、うんうん、だからその中でなんか見劣りしちゃうのかなと思ったんですけど、うんうん、なんか意外とそうでもなくて馴染んでる感じだったので、すごい、まあ、おこがましいですけど、うん、だいぶなんか成長されたなふうには思いました、ね、なんかすごくいい本音トークででも結構褒めてるから、うんうん、あでもね思い出します、その時に、うん、上手くなったねみたいな古典だからちょっと静かに静かに上手くなったじゃん、要はお酒を飲まないで書くようになったんですよ、全部くっきりしたボタニカルなんですよ、そうそうそう、植物をモチーフに、あそうそうそう書くようになったんで、なんか画風変わったねみたいな感じ、でも何よりもやっぱり全部売れたってすごいですね、すごいやっぱりそれがポイントだからね、うん、そうかそうね、うん、なんかマティスみたいだねとかってこう海外の人に言われて、おうおうえマティスに影響受けてんのって言われたりして、うんうん、でも本人は見てないんだよね、マティスが知らないんですか、いや知ってるけど違うけどと思ったけどそれ秀明さんが言ったのでこっそり、うん、そういうの受けてるって言っといた方がいいよみたいな感じで、文脈大事だからあと業界、うんうん、そういうの教えてくれて、そうなんだ、あ影響受けてますみたいなこういう曲線とかやっぱマティスだよねとか、マティスですマティスですみたいなやってました、まあでもその確認したポイントがやっぱ僕さすがだなと思ったのは、うん、やっぱり秀明さんから見てもここはもうターニングポイントだと、海外のアートフェア初めて持って行って、うんうん、その中でどう見えるかっていうのは大事なこと、だからそこをやっぱり確認したかったってことだよね、すごいそのなんかずぶ、いい意味でずぶといなって当時は思って、そのまだ絵描き始めてちょっとしかないのに、うん、いきなりそのアートバーゼルのタイミングで香港で個展やるっていうのは普通はそのできないですなんか気持ち的にもエリーさんっていうアーティストの強みって鈍感力ですかね、なんだよ繊細だ、僕は秀明さんの言うことすごく分かって、僕もほらずっとアート見てきてるから、うん、だから普通は東京芸大の油とか出たやつは、まあ、いろんなこと考えていろんなこと考えて、うん、ああでもないこうでもないって言って、あこれでもいいのか、そうそう俺もなんかじゃあね、アートバーゼルなんかそういう国際的なアートのそういうところ出してもいいのかなって思っていくのに、うんうん、いきなり書きましたバンみたいな、えどういうことですかみたいな、いや緊張しちゃうよ、平木さんどう思いますこの人、いや相当異常ですよねですよね、いやいやいや、やっぱりそうですよ、うん、あでもさその前にさ、そのこの絵どう思いますこの絵、これ指さしてこれ絵買った瞬間ですよ、このって小山さんが驚いてるっていう瞬間を撮ったんですよね、そうそうそう、シルエットは小山、手前の小山さんで、ね、驚いてんの、驚いてんの、だって絵が売れちゃったんだから福武会場来て小山さん今福武さん来ました、え今行くみたいな来てダダダダダダって来て来て、おどうもご無沙汰しますって小山さんが言って、福武さんがさあれとこれとこれそんなにっていう、そんなにのこの写真をピッて撮るその瞬間のそんなにいいの瞬間、いやどう思ったんだろう、これもすごいいい作品だと思うんですけど、まだあの倉庫から一回も出てないですね、出してくださいよお願いしますよ、これも大きいんですよね、結構大きいんですよ、子供がさあって喋りかけたりする絵なんだよやっぱ子供はそこだけがちょっと自慢、いやこれそうだね、いや子供は素の反応してるんだと思うね、お名前は何って言ってたの、で私後ろからね、花だよっつって答えてたの、子供がなんかもうおばちゃんほっといてって言われるようなでも不思議な福武会長にも言われたんだけど、うん、それもね秀明さん相談したの、こんなこと言われたんですけど、君の絵ねミュージアムピースよりもねちょっと不思議な絵なんだよ、なんかこう元気になる絵だから、どんどん日本をそれで元気にさい、いろんな企業に置いてもらいなさいって言われて、どうやって自分で考えろって言われてでもさ俺思うんだけど、大宮エリーっていうと世間ではまあ作家のイメージが強いわけですよ、で世間ではまだ大宮エリーが絵を描いてるらしいっていうふうに思ってる人もいる、でそこであの僕も一応アート畑に半分いるから文脈付け、だから小山富雄ギャラリーだとか福武総一郎が買っただとか今度瀬戸内でやるとか、明らかにアートの王道なわけで、普通の人はなかなか普通の作家はそこに行けない、アートの王道を普通ペタペタペタって歩いてるわけ、ペタペタペタ、でそれが何かの時に世間に認知されるんでしょうね、なんだろう、大宮エリーマジで絵描いてるよって一般の人が認知する瞬間とか来ると、うん、これタラちゃんの判定はどうですか、私聞いてみたいのがその、うん、今お話の中でもすごくいっぱいヒントはたくさん出てましたけど、うん、もうアートに精通されている秀明さんから見て、うん、エリーさんっていうアーティストの強みって何なんですか、いい質問だ、鈍感力ですかね、なんだよ繊細だっつの人間としては繊細ですけどね、あ作品としてはすごいですよね、いろんなあの文脈無視できるんで、文脈そんなことないけどな、でもやっぱ
文脈とか私やってもしょうがないと思ってて、うん、勉強しても、うん、もう遅いし、うん、それよりもやっぱりなぜかこういうみんなのご縁でこう、うん、こう引っ張り出してもらってその場をもらった時にやっぱり自分はこう与えてもらってるやっぱ神みたいなのがいると思ってるから、うん、何かこの場でみんながこう笑顔になるようなものを書かさせていただくっていう、こうそういう鈍感じゃなくて敏感力、うん、こうパラボナみたいなでこう受信してこうわーって書いてるだけだけど、本人はそう言ってますがどうですかね、うん、どうじゃん。でもエリさんの絵からはすごく感じますよね、うん、それは、うん、すごく感じる。僕ね実はねある巨匠のことを思い出した。大宮エリーはその人にそっくり。誰？あの北野武監督と僕会う時、テレビ番組の収録の時にカメラ回ってないとこで雑談してたんですよ。いや俺らさ最近さあのオズとか黒沢とかああいう映画を初めて見て、あ俺の俺らの映画ああいうのと全然違うんだってことに気づいたんだよとか言ってんだよもう散々ベネチアとかカンヌとかで賞取った後に北野武説実はすごいなと思ったのが、私初めてアートで最初で最後のコメントもらった人がいて、うん、それ北野さんの。北野さんです。これあら本当だ。やばい、これは偶然で仕込んでないよこれ。皆さん仕込んでません。すごい。行くしかねえだろ。そしたらいや殿に、殿っていうか北野さんに番組で一緒になった時に、うん、まあ、やってくんねえだろうなと思ってやってくれた。で聞いたらいいよって言われて、お答えでいいよ。いいよそれで、で私それで頑張ってるんですよ。これいただいたのに行かなかったら。そうだからあれだよ、その個展の香港の時も、うん、名前言えないけど、まあ、コレクターの方が、うんうん、ああ君の絵はさデイビッド・ホックニーみたいだねってあの言われてそう知ってた。デイビッド・ホックニーって誰似てるなくもねえなみたいな感じの。おい、そういう。でも最初にあのエリー学園の時にお話ししてもらったそのスーツの2人の男性のお話と今すごく通じるものありませんか。やっぱりもう常識にとらわれる。常識に決まっちゃってるから、うん、アートの常識がいい意味でそんなにないからこそ描けるものじゃないですか。そうですね。まあいや今日はなんかすごいとてつもない収録になったねこれね。全くこの原稿を無視した。原稿ほぼゼロです。もうね、すごい収録。でもこっからどうしたらいいですか。じゃあこっからこの今1月じゃない2022年が。殿が言ってるみたいに世界に行けと。そうですね。もう一応無視して、なんか新しいジャンルですよ大宮エリーっていう。その現代アートとかじゃなくて。で世界に行くときはぜひこのディスカバリーチャンネルのこの当番組英語字幕つけて、あ大宮入りってのはこんなに素朴っていうかもうペタペタ現代アートの真ん中歩いてる人になったことを世界中の人に知っていただくといいなと思って。うん、でも新しいことができそう、うん、犬島で、うん、例えば北部さんはね、楽しみですね。だからぜひその時にはまた我が番組に来ていただいて。はい、いやでも楽しかったね。いや楽しかったですね。出明さん今日いかがでしたでしょうか。いやすごい楽しかったです、うん、なんか大丈夫でした。もうちょっと楽しかったです。伸びトークだよね。伸びトークだよね。エリーさんも4回にわたってお話を伺ってきましたけれども、はい、うん、どうなんでしょうね。いやもうなんかよくわかんないけど、うん、でもこういう振り返るきっかけにはなったのかなっていう、こう自分の現在地っていうか確認しないじゃないですか。人ってこう突っ走ってるから、まあ、でもとても素敵な、ね、クリエイター番組になったと思うんで、うん、あでも本当に瀬戸芸に来ていただきたいさ、うん、今年の行きたいです。きます。あぜひ番組皆さんもね、そうそうそう、ぜひご覧の皆さんも、あの島全体を使ってアートをどうやるかっていうのを今考えてると思うんで、ぜひ、ね、エリーさん秀明さんありがとうございました。ありがとうございました。次回のクリエイターとその愉快な仲間たちは株式会社キャンプファイヤーなどさまざまな会社の起業家家入一馬さんを迎えしてお話を伺います。お楽しみに。この番組はエイブル清水建設の提供でお送りいたしました。